はい、皆さんこんにちは、ワネルグルフィッシュです。今回はファミスタリターンズじゃないですね、クライマックスですね、プレイの方をしていきたいと思います。で、今回は早速今キャンプマスに泊まっているので、強化キャンプをやっていきたいなというふうに思っています。モードはちなみにドリームペナントのモードです。では早速強化キャンプ見ていきたいんですが、強化キャンプでは止まったマスに応じて FP や選手の獲得、選手の強化など様々な恩恵を受けることができるんです。いや、なんかいいことしかなさそうなので、強化キャンプやっていきましょう。まあ、ファミダスポイント FP を貯めていかないと選手チームの強化が、できないですからね。できれば FP が欲しいですね。強化キャンプのチュートリアルをプレイしますか。ちょっと初めてなので、チュートリアルから見ていきましょう。ドリームペナント内に登場する強化キャンプのチュートリアルのサポートをさせていただきますということで、引き続きひとみちゃんが教えてくれるみたいですね。まずはステージを選択しましょう。ステージによって FP が多くもらえたり、イベントがたくさん発生したりと様々、チームに必要なものに合わせて選択しましょう。選択肢によって SP のマークがついている場合があるようです。このマークについているステージはすごいマスが出てくるらしいです。選択肢に出てきたら選んでみましょう。ほう、まあとりあえずはステージ A からいきましょうか。強化キャンプでは30枚の選手カードで作るデッキが必要です。こちらの画面では使用するデッキの編集も行うことができるんですよ、ということで、デッキに入れる30人のカードがいるのかって話ですね。今回はひとみちゃんがデッキを組んでくれるということなので、じゃあそのデッキでいきましょう。デッキ編集はよってできなくなってますね。30人も多分カードを持ってないんじゃないかなって気がするんですよね、現状だと。強化キャンプでは下画面の3枚の選手カードから1枚を選んで、そのカードの数字分だけマスを進めることができます。マスを進むくで、その止まったマスで、イベントなり FP なりがもらえるってことですね。じゃあ早速ですが、どれも2ですね。なったらどれでもいいかな。特にスキルも何もないし。で、FP をもらいましょう。FP200 ポイント。FP プラスマスに止まりましたね。このマスでは FP がもらえますと。その他に FP が減ってしまうマスだったり、カードがゲットできたりと、いろいろマスがあるようですね。さあ、次もどれも2しかないので、そうだな、どれでも同じだな。で、今道が二手に分かれているので、どっちに進むのがいいかですけど、これマップは見れないのかな、先に何があるか。とりあえずこっちにしましょう。シャッフルって、自分の手持ちカードがシャッフルされるんじゃなくて、マスがシャッフルされるんですね。で、マスを確認したい場合は L ボタンで見れるんだ。ほうほうほう。もうこっちしか進めないんで、マスを見る意味もあまりないですが、しかもまた2しかないっていう。で、このまま出目2で進んでしまうと FP マイナスになるので、その場合は十字ボタンで山札を選択し A ボタンを押すと。ほうほうほう。これチュートリアルだから、結局あれだな、このカードも全て操作されてますね。で、選手の中には様々な効果を発揮しますということで、強化キャンプ専用のスキルを持っているものもありますということですね。早速スキルを持っている選手がいるので、天海遥ちゃん FP が 1.5 倍になるというスキルを持っているので、早速止まっていきましょう。
ああ、なんだ、そういうこと？スキルは持ってるだけじゃなくて発動しないといけないんですね。で、これでゴールということになります。まあ、今回はチュートリアルなので、かなり操作された感じがしますけどね。では、今のがチュートリアルだと思うので、これから本番の強化キャンプやっていきましょうか。結構この強化キャンプ次第で選手、特にファミダスポイントが貯まれば獲得できそうな感じもするので、 FP がいっぱいもらえるステージ C でいきましょう。デッキ編集、基本はジャイアンツで組まれているものの、2軍選手でアマヤとか荒波含め多少選手がいる感じかな。手札交換は欲しいな。スキルを持ってない選手と入れ替えたい。岡島と脇屋も入れ替えよう。こんなとこでいいかな。じゃあこれでいきましょう。大量の FP を手に入れて、一刻も早くレアリティの高い、能力の高い選手が欲しいですからね。今手持ちが5、2、4か。となると、まっすぐ進んでいけばいいから、とりあえず、何でもいいので進んでいきましょう。で、5か4か。まあ、ここは4を選べば確実に FP がもらえるので、 FP1000 をもらっていきましょう。もうこれでクリアになる説が高いな。このキャンプのマップが短すぎるな。まあ、今後さらに大きくなっていければいいですけどね、マップも。で、シャロンちゃんが出てきましたが、私たちニューマンもやってるで、グレイトなトレーニングでみんな超パワーアップねと言ってますけどね。さあ、 DeNA との一戦ですね。ちょっとここまで不甲斐ない試合をしてしまったので、前のカード阪神との3連戦は3連敗なので、ここは DeNA に3連勝したいですね。せっかくファミダスポイントを手に入れたんで、ファミダス引いてくれよかったかな。もう今更だな。お、ファミダス引けるじゃないか。ファミダス引きましょう。やっぱりね、パワーが B ぐらいある、長打の打てる、ホームランの打てる選手が欲しいからな。野手、5回引いていこう。青カード獲得。上田、青カード獲得。塚田、このままいくと全部青カードな気がする。おお、小林誠司が出た。
青カード獲得。実松も持ってるな。エゴシは使えるぞ、ガイア。ちょっと組み替えていきましょうか。で、実松は枚数2枚なので能力が上がってますね。で、先発捕手を小林に変えていって、エゴシを、そうだな、外野に組み込めそうな、そんな感じになりましたね。まず、正捕手を実松から小林誠司に変えて、で、外野もエゴシを入れていくっていうのが多少能力が上がりそうですね、チームの。もうちょっとしたらね、来週になるとゴールデンウィークになってくるんで、そうするとね、だいぶ嬉しいですけどね。控え野手に入れられない？チーム管理選手リスト。選手リストで小林誠司をここに入れて、あと外野手だよな、堂上。どうしようかな。重信も足速いからな。とりあえず、エゴシは外野に入れましょう。まだチーム PP 全然大丈夫だよね。560までいけるもんね。そうすると、ミートの高い岡島。あと控え投手も少し充実させておきたい、リリーフ特に。小川、武藤、ここは小川を入れとくか。まだ入れられますね。リリーフはちょっと戦力を充実させておきたいので。で、4番目の、先発、必要かって話があるので、まあ、とりあえずこれでいいでしょう。チーム PP はまだ560まで余裕がありますからね。これを変えて戦力を補給することができないということなので。これはキャッチャーフライになる。取られたな。決め球が高速スライダー。スライダーとか打てる気がしないので、追い込まれる前に打ちたいけど、どうだ？これは抜ける。よし。三塁までいけるか？アウトか。ちょっと欲張ったな。これはセカンドゴロですね。これでスリーアウト。問題はね、この守備なんですよね。追い込んだら魔球スライダー。基本は三振に仕留めるのが一番いいからな。だ。スリーベースを打たれてしまった。追い込んでから。
よし、これはスライダーで見逃し三振。で、ここで3番の関根。追い込んだらスライダー。だー、それでも犠牲フライか。まあ、ここは4番の後藤を迎えてますが、スライダーは使わずにいきましょう。もう1回が終わっただけ、まあ3分の1が終わった段階で、杉内のスタミナが3分の1まで減ってますからね。なんとか2回まで、まあ9回換算でいくと6回までは投げてほしいですからね。で、堂上がツーベース。で、中井。ツーボールから、これは、バー！ゲッツーか。戻るのがちょっと遅かったですね。もしね、今の戻れてれば、タイムリーになったかもしれない当たりでしたけどね。これでヒットは出たものの、初回は0点で終えてます。これもいい当たりだな。セカンドまで行かれるな。ノーアウトランナー2塁。ガー、これも抜ける。しかも変なところで止まるな、ボールが。ノーアウトランナー二塁一塁か。これはベンチに入ります。早い内野ゴロだったらセカンドファーストのゲッツーに仕留めたいですけどね。ここはスライダーで空振り三振取りに行くか。ギャー、空振り三振どころか。ただホームでさせたのは大きいな。これで同じく内野ゴロ、早い内野ゴロだったら、ゲッツーって言おうと思ってたんですが、キャッチャーフライに仕留めたので、この回までなんとか杉内粘ってくれ。ちょっと1球外しましょう。よし、落下点に入って、最少失点でなんとかしのぎましたね。この回だ。小林、なあ。そしたら杉内のところに代打を送っていきましょう。ここはね、どうしようかな。どうしても出てほしいので、岡島を送りましょう。ミートもあって足も速い岡島。これはバットに当ててくれればと思ったけど、フライだとダメだよな。1番重信に戻って、高速スライダー。これは抜ける、抜ける。いいぞいいぞ。すごいボテボテな当たりですけど、なんとか一塁線を抜けてくれましたね。これも抜ける。あー、抜けない抜けない抜けない。ああ、そうか、ツーアウトだったんだな。いやー、ここまで4連敗か。ちょっとまずいな。
なんとかまず1勝しないと話にならない。で、ミッション発生ですね。素晴らしいチームに仕上がってるって言われてもな、なんか説得力ないよな。4連敗中ですからね。で、ミッションの内容、今ちらっと出ましたが、被安打2以内って言われてますけど、守備が結構鬼門なんですよね。特に内野と外野の切り替えのタイミングが、いまいちよく分からず、内野でボールを追っていってたら外野に切り替わって、外野があらぬ方向に走っていってるっていうことがね、結構あるんですよね。これは、一塁はセーフになる。よし。ここは送りバントでいきましょう。しかもオールセーブだ。で、3番は秋谷でしょ。これは戻りましょう。4番堂上は強振でいこう。よし、抜けた。これでワンアウト満塁。で、5番の中井。中井も強振だ。だー。この回で決める。よし、セーフだ。オールセーフ。おお、平良の当たりは一塁線のいい当たりでしたけどね。これゲッツーになるぞ。なんかラッキーで2点目取ったな。なんなんだ今のプレーは。てか岡島を先発に入れた方がいいよな。ミート高いし。むしろ1番を重信から岡島に変えてもいいぐらいだな。ちょっと次変えていきましょうか。うわー、1塁クロスプレーはアウトか。ただ、初回に3点取ったのは大きいですね。で、被安打を2以内に抑えろっていうのが確か指令でしたよね。よし、まずはフォークで空振り三振。足の速いバッターはなんとかね、空振りで三振に仕留めるのが一番いいですからね。よし、これで決め球フォーク。くらえ。いやー、フォークはいいわー。コロコロ空振り取れるからな。で、小林、これは抜けるか？抜けるね。よし。これこそ三塁までいけるんじゃないか。小林、足遅いから無理だな。よし、送りバント成功だ。しかも、一塁がポロってくれてるね。ここで重信。強振でいきましたが、平は疲れてるな。よし、4点目。で、ピッチャーが平から変わるな。ピッチャーが大原に変わってますね。決め球はスライダーか。追い込まれる前に強振で仕留めたいけど、縦横だったら強振よりはミートかな、やっぱり。いいねー。いやー、今回はバッティングがみんな好調だな。脇屋もこれ抜けるね。よし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 。脇はこれサードまでいけるんじゃないか。よっしゃー、タイムリースリーベースだ。で、4番堂上。ここは強振でいこう。
上がりすぎか。ただ犠牲フライにはなる。よし、8点目だ。コールドとかって概念はきっとね、ないと思うんで、プロ野球なんで。まあ、今回は初勝利は間違いないでしょう。さすがに。8点差をひっくり返されることはないかな。あっという間に追い込んだら伝家の宝刀フォーク。2被安打で済ませろっていうのはなんとかなりそうな気がしてきたな、ここまで。ファール、危ないね。ただ追い込んだらフォーク。いや、マジこのフォーク完璧だわ。ギャー、抜けた。まあ、ただ2被安打以内なんで、もう1本打たれてもいいぐらいな開き直りでいきましょう。追い込んだらフォーク。追い込んだらフォーク戦法確実だな、本当に。今日はこのままいけばリリーフ陣を休めさせることができそうだな。5か5戦目にしてようやく初勝利が見えてきましたね。よし、これもタイムリーになったぞ。だ、タッチされるか。まあ、ちょっとあがいてほしかったけどな。間に合わないか。間に合わないね。ランナーが飛び出しちゃいましたね。さあ、高木がこれでなんとか抑えられれば、今村のフォークで。よし。これはピッチャー変えてこないね。代打送ってこないですね。こっちとしてはね、ありがたいですけどね。そしたら今村のフォーク。今村のフォーク、マジ半端ないな。打たれる気がしない。何？フォークを見逃してきた。が、こっからはフォークを多投だ。いやー、完璧ですね。完封。いやー、初勝利が完封勝利。ゴーダ炸裂ってなってますけどね。どっちかっていうとね、今村の好投を称えてほしかったな。いやー、なんとか無事初処理できましたね。一時はどうなるかと思ったけど。お、ご褒美として相手チームの選手を一人スカウトしてきてくれましたって誰だ？誰だ？高崎健太郎か。先発 C、 スタミナ C で決め球が何なんだろう。スライダーか。まあ全然いいでしょう。何、高木隼人が練習中に怪我か。2試合出場不可ね。
まあ、ベイスターズともう1戦目ですけど、ここは連勝しておきたい。タイガース3連敗でベイスターズとの初戦も落としてるんで、まだ1勝4敗ですからね。ここで2勝4敗まで持っていきましょう。で、先発が選手リストでちょっと1人補充しないとダメだな。杉内、今村って使ったばっかりなのでどうにもならないので、早速じゃあ高崎を入れましょう。あ、しまった。1番岡島に変えようと思ったんですけど、忘れてたのは、まあいいだろう。高崎健太郎同士の投げ合いっていう感じになりましたよ、これを見る限り。これはボテボテな体だけど、どう？ OK。 いやー、重信足が速くていいっすね。ここは確実に送りバントで得点圏にランナーを進めましょう。で、脇屋だ、脇屋。よし、抜けた。脇屋のタイムリーツーベースにはならないね。まあ、ただ、よしでしょう。1点先制取れたんで。これ当たりいいけど、ライトが落下点に入って、堂上が倒れてスリーアウトですね。そして高木健太郎同士の投げ合い。足の速いバッターを相手にするとき以外は、できるだけ交代守備にしておきましょう。その方がボールをキャッチするまでに余裕があるので。守備のミスがちょっと減るかなって感じですね。どうだ？これは抜ける。よし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 、レフト前ヒット。そしたらもうここは確実に送りバントでいきましょうと思ったら、パスボール、ワイルドピッチ、どっちだ？どっちにしても得点圏にランナーが進んだんで、送りバントはやめる。大飛球ですが、これが切れていって、ツーストライク追い込まれて、強振しましたけど、ボテボテになったんで、進塁打になりましたね。これで外野フライでも1点の場面か。ここはじゃあ強振で外野フライを狙っていくか。なんかタッチでね、お、よし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 、フィルダースチョイスで1点入りましたね。その孝太郎、漫画のタッチの話ですね。柏葉が、おっと、抜けたか。セカンドフライになるかなと思ったんですけどね。外野フライを狙いに行くっていう場面でね、外野フライを狙いに行くとかえって外野フライにならないんで、だ、飛び出しちゃったか。もったいなかったな。きちんとね、振ってこいみたいなね、言われてましたけどね。外野フライを狙いに行くとろくなことがない。これはまずいな。大丈夫か。なんとか二塁打でしのいだね。よし。当たりは良かったんですが、ファースト正面だったんで助かりましたね。なんとかこの回0点で抑えれば、2勝目が見えてくる。最後はスライダーで決める。だ、これはタイムリーになるな。1
点返されたけど、高崎同士の対決で、ここは確実にアウトが欲しいんで。だー。なんとかホーム突入は防げましたけど、ここは同点に追いつかれたくないな。よし。なんとかレフトライナーに沈めたぞ。なあ、うまいな。ファインプレーに仕留められー、ここはファーストフライ。なんか悪い流れですね。強振も残ってるし、ここは脇や強振でいこう。初球を叩いて、レフトフライ。なんかあっさり3球で終わったな。まだ高崎は、スタミナが残ってるので、この荒波ぐらいまでは仕留めてもらいましょう。じゃあここでバテちゃったか。ただストレートで空振り三振したので、ここでピッチャーを変えていきましょう。西村健太郎のフォークも強力ですからね。ここは追い込んだらフォークを多投するパターンでいきたいけど、よし、翔太が追いついてツーアウトで関根を迎えます。こっからは得意のフォーク多投。よし、2対1、接戦を取りましたね。よし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 。いやー、西村はじめフォーク持ちはね、使える、やっぱり。はい、というわけで今回はベイスターズとの3連戦お届けしました。いかがでしたでしょうか。選手のカードがね、やっぱりまだまだ揃ってこないんですが、なんとか強力な選手をね、ゲットしていきたいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。あ、選手カード獲得したので、ちょっと選手カードだけ見て終わりにしましょう。明石か。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。